まあ、ミツさんも性欲が強いのねっていう言いました。強いんですか？強いですね。お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。この度は私原田龍二が軽率な行動により常日頃から応援してくださっているファンの皆様、スポンサーをはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを誠に申し訳なく思っております。申し訳ありませんでした。本当によくできた妻なので原田アウト言ってくださいました。記事によると社内での行為が多いということなんですが、社内での行為が好きなんですか？大好きではありません。